魔界に新たな男が現れる。その男の名は日本史最強の軍略家楠木正成であった。大堀康房の処遇をめぐって魔界少女剣阿部の生命、黒魔術の侍大将末高房が対峙し合う中、生命は霊力を奪い合う三つどもえの戦いを提案。魔界少女剣平は大堀康房を、生命は鶴姫を、高房は加藤団蔵を召喚。戦いが始まるが、康房が鶴姫に術をかけ自ら負ける。勝者となった生命は平の霊力を奪う。さらに奪った霊力を使い青子の魂を消滅させてしまう。続く戦いは生命は村上武義、平は猛牛馬、高房は久喜義隆を召喚する。この戦いで猛牛馬は己を取り戻し、その正体が平の正門を討ち取った俵の塔だと判明する。勝負は村上武義が制する。再び勝者となった生命は猫の魂を消滅させる。平は青子と猫を失い、さらには猛牛馬こと俵の塔丹にも陣営から去られてしまうことになった。最後の戦いは黒魔術は朝比奈義秀と末高房、平は前田慶次を召喚。生命は越智康成に続き土方歳三を召喚する。慶次は数的不利をものともせず激闘するが、土方が最後に勝利をかすめ取る。三度勝者となった生命は平の魂を奪おうとするが、そこに楠木正成が現れ、平の魂と引き換えに生命の大切なものを返すと取引を持ちかけた。正成は神楽坂が後を託した軍師であった。正成は巴御前に化けた奥国を呼び出し夕顔を返す。さらに正成は生命から道満を取り戻すことにも成功したのであった。